ねえねえ、書道部、勝手に書道部ってどういうこと？今決めたってこと？え、違う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 。なんか、高校時代に、うん、なんか書道の賞を取ったことがあって。そう、修士でね、そうそう。そしたらなんか勝手に書道部に入らされてて、なんか、部長になってたの勝手に私。嘘でしょ？スカウトってこと？え、違う、なんか勝手に先生が入れちゃったの。じゃあ推薦みたいな感じだ。勝手に、でも私、引っ張ってきたの。行ってもないし、しかも高校の時やっぱダンスしかやってないから、うんうん、でもこっちびっくりよ。なんか、本みたいなのがあって、うん、そのまとめみたいに、1年間のみたいな。うん、で、書道部の部分見たら、うん、名前書いたって、え、みたいな。そこで知ったんだ。初めて。てか、書道やってたことすら知らない私。あ、ほんと、ね、え、じゃあ綺麗しか。え、全然綺麗。メールじゃないよ、ね。めっちゃ綺麗だよ。やめて。しかね、なんかたまーにね、私が出てるやつとかに、うん、こう舞台だったりとかに来てくれたりするの。うん、お手紙ね、お手紙。ファンレターくれるよ、しか。でも、稲見アンジュの一のファンですから、私。お手紙くれて、うん、その字がめちゃくちゃ上手。今度書いてよ、部屋に飾るから。やだやだ絶対飾んないじゃん、もう。トイレに飾っとく。飾るよ、絶対に。でもなんか、前聞いたさ、書道と、うん、まあ、ダンスも趣味と特技でありましたけど、うん、そうそう、なんかやってたって言ってたよね。ダンスと書道と、あ、中学の時はバドミントンやってて。そうだそうだ。習い事結構やってたんだよね。ピアノもやってたし、うん、あとピアノ、書道、プール、うん、なんだっけ、あと、何やってたんだろう。あれ、てか、プールやってたの？そう、プールやってたんだけど、泳げない。泳げないよね。よね25メートルギリ。何に並んでたの？潜水？なんか本当にちっちゃい時に鳴らしたから、ね、なんかもう多分泳ぎ方忘れちゃったのかな、中学の時とか。ね、知らない知らない。あと、空手やってたわ。ほんと？言ってたよね。うん、でもかっこ白帯ね。5秒でやめたやつね、人でもね。全然できなかったよ。なるほどね。結構いろいろやってたもんね。割とやってたかもしんない。英会話も一回やったんだけど、多分私には合わないと思ってやめたっぽい。私には合わないとかあるんだ。自分で決めてくスタイル。でも、それだと、やっぱダンスがずっと続いてるかもしれない。どれぐらいやってたの？小4からだから、多分もう10年ぐらいやってんじゃない？すごいね。身体能力すごいよね。うんうん、やっぱり。足早いよ。早いよね。自分で言って足早いよ。早いよねとか言ったけど、走ってるとこ見たことないわ。嘘じゃない。ライブでめっちゃ走ってるよ。あ私も走ってるからさ。記憶飛んでっちゃってるよ、もう。あとさ、自分で可愛いと思う瞬間ないの？ないよ。ないの？そんなのあるわけないでしょ。とか言って。ないよ。とか言って。やめろ。でもいっぱいあるけどね。いっぱいあるよ。うん、言って。言って、足から。どうしようかな。寝てる時の顔とか。あんちゃんの寝顔かな。寝顔は第一だね。口開けて。口開けて。やめろやめろ全国に流れてる